当時ゴーディアンは、タツノコプロ、読売広告社が制作し、1979年10月7日から1981年2月22日まで、東京12チャンネルタで放送された、ロボットアニメである、全73話、西部劇場の雰囲気が特徴。再放送時はオープニングが変更され、分身合体当時、ゴーディアンと解題された。 東京12チャンネルの放送時間は、第26話までは毎週日曜日10時10時30分。第27話以降は毎週日曜日7時30分8時。水星ソコネス、惑星ウカペ、惑星スカルプの異常接近により起きたビッグカタストロフは地球に天変地異をもたらし、すべての文明を破壊した。復興を始めた人々は各地に都市を作り、 そのタウンごとに暮らすことを余儀なくされる。その混乱に乗じて、謎のドグマ大帝統率いる、秘密結社、マドクター軍団は各タウンへの侵略を開始した。アメリカ西部のビクトールタウンを守る、メカニカルコンバット部隊第18連隊に加入した、第5は、父の残した、ゴーディアンを駆使してマドクター軍団と戦うが、その正体は、メカコンには秘密である。だが、 残念なことに内部工作や戦力の差でビクトールタウンはマドクターの手に落ちてしまう。生き残りの市民と共にゴーディアンの基地であるサントーレに逃れたダイゴは正体を明かし市民と共にレジスタンスを続けるが他のタウンはマドクターの勢力に取り込まれていく。ビクトールタウンの地下にはソコネスの隕石からダイゴの基地が培養した謎のエネルギー。 イクストロンが蓄えられていた。マドクターの狙いは、イクストロンとそれが関係すると思われる、プロジェクト X の解明だ。地球には、ウカペの最接近により、第2のビッグカタストロフが迫りつつある。ビッグカタストロフから人類を救う計画こそが、プロジェクト X。その手かがりは、マドクターの狩猟、ドクマ大帝島とインディアンのジェロニモ族に伝わる。 太陽の透かしというキーワードにある。太陽の透かしが指し示す手がかりを追った、イゴたちは、5万年前に地球に降りたいく、ストローム星人が残した移民船、あの王号を発見する。あの王号は、イクストロンが燃料であり、イクストロンを用いた機体である、ゴーディアンを及びイクストロンと同調する要基地に、指術されたダイゴは、プロジェクト X の中心的人物になる。ダイゴは、 軍師として合流した幼馴染の岡本龍馬と共に、タタウンとの三島礼同盟を設立、生き残った人々を三島礼へ避難させようとするが、マドクターは幾、ストローム星人と戦った、ドクマ星人の子孫たちであり、先民思想のもとにマドクター内部まで選別を行っていた。マドクターを裏切った人々の協力もあり、あの王号は三島礼に運び込まれ、マドクターは 三刀例の秘密兵器、イクストロン砲で壊滅する。だが、ドクマ大帝島は、宇宙船だった、ドクマンと共に、宇宙へ逃亡する。あのゴ号に乗り込んだ第五たちは、移住先の惑星を探すため宇宙へ旅立つが、一向にふさわしい惑星は見つからない。マドクターも、あのゴ号を追跡し続ける。謎の声に導かれた、ゾーン9999 99にて、両者は、 最終決戦を行う。ゾーン9999 99を超えた超宇宙に至る能力を持つのは、アノー号のみ。アノー号に、ドクマデンが強引に激突したまま超宇宙に至った、両者だが、この世界には、ふさわしくないと判断されたマドクターは、謎の声の主宇宙連盟の代表アーカーャによって消滅させられる。イゴたちはアーカー者に歓迎され、 生命体の微細な奉仕のメッセージが地球に届けられた。このメッセージこそが氷河期になった地球に生命が蘇る力になるのかもしれない。ゴーディアンの西部劇的な側面を担っているのはトロスクルズをはじめとする無法者たちである。ホバーバイクを馬代わりに彼らは荒野を舞台に無法の限りを尽くす。第五大滝の父。 大滝博士によって開発されたロボットで乗るというよりは着る感覚に近い得意なメカ。単体の名称ではなく3種類のロボットを合わせた故障である。それぞれのロボットが収納されて完成するマトリョーシカのようなギミックを持つ。番組内ではこれを分身合体と呼ぶ。なお、脚本上では貫入と書かれていた。第五のために建造されたものであるため、 存在するのは3体のみである。ゴーディアンの体内には、イクストロンを用いたシステムである、バイオメカフィルターが装備されており、登場者の動きをトレースし、運動能力を増幅させるが、醍醐に合わせて調整されているため、醍醐以外の人間が動かそうとすると、メカに適応できずに大火けを負う。第1話で、醍醐を救うために、姉のサオリが無理に、 ゴーディアンで出撃した際には重傷を負い、第2話では包帯姿で初登場することとなった。第64話で、第5が度重なる戦闘による疲労のために倒れてしまった時にも、ゴーディアンが健在なことをマドクターに示すために、サオリが乗り込んでいる。当初は合体しなければ動かすことができなかったが、アラスカでの特訓により、第8話で初登場した外部からの遠隔操作を、 自身の意思で制御ができるようになった。当初はメカの外見が大河原国夫のデザインに準じていた。各ロボットのスペックは以下の通り。プロテッサー・デリンガーがアービン初期は頭部のアンテナを変形させて、第16話のようにメリケンサックや、第17話のように手裏剣として使用した。交代義水性ソコネスとその衛星であるカッペに含まれている未知のエネルギー。 それはビッグカタストロフを引き起こし地球の文明を崩壊させた。そこネスが地球と月の間を通り抜けた際、ウカペが地球の引力に引き寄せられ衛星と化した。物語の時点でもウカペの影響で小規模な天変地異が起きている。イクストロンはゲル状の液体でまるで生きているかのごとく移動する能力がある。原生の状態では 危険を伴うエネルギーであるが、長時間熟成させることによって、人類にも扱うことができるようになる。ビクトールタウンの地下では熟成中のイクストロンが貯蔵されており、マドクターもそれを手に入れるためにビクトールタウンの選挙を狙っていた。ゴーディアンやサントーレのコンピュータにも使用されており、アノーゴーもまた、イクストロンをエネルギー源とする宇宙船であった。なお、 イクストロンは人体に注入すると肉体を強化できることが大滝博士の研究により実証されている。そしてその実験台になったのは息子の醍醐であった。宇宙漂流の果てに地球にたどり着いた毒魔、星人たちが結成した秘密結社、それがマドクターである。マドクターの歴史は古く、紀元前4000年頃にエジプトで発症したと言われている。 ドクマ聖人は地球に生息していた原人に自らの遺伝子を移植し、己の手足になるように育成した。スタンカーメンやクレオパトラといった歴史上の人物を使って文明を支配してきたマドクターはエジプト文明が崩壊した後に世界中に散らばり、様々な歴史上の将軍、皇帝などを陰で操り、裏で文明を支配していった。時は流れ、 ビッグカタストルフ後の混乱をきっかけに表舞台に踊り出たマドクターは当首であるドグマダイ・ダイスが全世界の支配を宣言各国に対し攻撃を開始したしかしドグマダイ・ダイスの真の目的は地球上のどこかに存在すると伝えられている太陽の透かしを探し当て解明することだったマドクターがかねてより進めていたプロジェクト X とは 太陽の透かしの謎を解明し、それを用いて選ばれしエリートのみの新世界を作り上げる計画だと言われている。物語の序盤においては、マドクターは特定の領域を支配しており、そこからビクトールタウンなどに進行していった。ドクマデンは当初その領域内の湖に浮かんでいる状態であった。防衛要塞が配備された。 ヘルロックは一度ゴーディアンを撃退するほどの力を持っている。情報収集や裏での取引のため、各タウンに自分たちのスパイや内通者を送り込んでいる。メカコン内部にスパイがおり、他の大陸にまでその範囲は広がっている。主要な兵器はマドピューターと呼ばれる機械兵器である。マドピューターは主に兵士の乗るターシ式の戦車、それより大きい指揮官機、 タイゴーディアン用のメカである。後にエリアスはタイゴーディアン用にパワーアップさせた投獣士マドックスを開発する。エリアスによると、投獣士はシステムがマドピューターとは完全に異なるらしい。ビクトールタウンを占領した後は巨岩戦車や戦闘用ヘリ、戦闘機など、さらに兵器がパワーアップし、三刀レトリデを苦しめた。悪の組織としては珍しく。 主観が昇格する場面が見受けられる。空位だった、総裁の地位についたバラスは元より、前線での指揮をバルバダスの部下やバラスの部下が任される場面がある。本拠地のドクマデンは地中深くに存在していたが、ビクトールタウン占領時に姿を現し、タウンの中心部にその根を下ろす。イクストロン法によって破壊されたが内部から本体と見られる宇宙船が出現し、宇宙へ、 一旦逃げることになる。ビッグカタストロフを生き延びた人々は、各地にタウンと呼ばれる都市を建造し、天才に悩まされながらも平穏な生活を送っていた。大滝博士が中心になって作られたビクトールタウンも、その一つでアメリカ西部に建造された。しかし、そこにマドクター軍が襲来し、タウンは武装を余儀なくされる。アンロンジーはビクトールタウンを守る防衛隊。 メカニカルコンバット部隊を結成。マドクターの襲撃に備えた。タウンの構成は、第一地区と呼ばれる、中心部にビクトールハウスがあり、そこから放射状に道路が伸び、さらに視聴者を囲むように建物が建っている。第二地区には、報道局があり、TV 放送を行っていた。第五地区には、ドブロスやアンナが勤務していた病院がある、医療地区であった。 ゲバリスタが反乱を起こしたのは、南東の一番外側にある十二地区、ポールの裏切りで落ちたのはその西に隣接する十三、地区である。メカコン隊員になるためにビクトールタウンにやってきた、第ゴは、バリーホークが隊長である、メカコン十八連隊に配属される。バリーたちと共に戦い、時には喧嘩しながらも、第ゴは、隊員としての使命を少しずつ覚えていった。しかし、 その日々も長くは続かなかった。マドクターは、ビクトールタウンを占領するため、内部から崩壊させるベックスパイを送り込んできた。まずは手始めに、ハンタウン組織である、青シャツ島を利用し、反乱を起こさせ、その反乱により、手薄になった防衛ラインにマドクター兵を送り込み、タウンを徐々に占領する行動に出た。最初は、都市の一区画のみ占領されただけであったが、 ホールの裏切りにより、隣接する区画も占領されてしまう。メカコン隊は、必死になって抵抗したものの、内と外からの攻撃により、タウン防衛網は、少しずつ崩壊し、ビクトールタウン全域を占領される事態に陥った。一部の住民とメカコン体は、三通りに避難したが、逃げ遅れた住民たちが占領されたタウン内に、残されてしまった。マドクターが、 ビクトールタウンを狙った理由は地下にある超エネルギー物質、イクストロンにあった。それを利用することで、マドクターは全世界を手中に収めようとしていた。拠点を、ビクトールタウンの中心部に移したマドクターは、東西南北に将軍を配置して、三刀レを襲撃する。補足ビッグカタストロフの後に、 タウンが建造されたことは前日の通りであるが、政府は事実上崩壊してしまったものと推測される。現実で若く、タウンそれ自体が一つの国に相当し、統治の形状としては、日本の戦国時代と同様であると考えられる。それゆえタウン会議は事実上の国連会議と同様の意味をなし、安能寺たちが会議で救援を求めたのは当然の成り行きであった。しかし、 タウン同士でのさかいも多く、資源をめぐっての争いも起こり、なおかつ、マドクターと手を結ぶタウンも存在するため足並みが、揃わなかった。文明が壊滅的な打撃を受けた後ではあったが、電気、水道、ガスといったライフラインは復興させている。また、ほとんどのタウンは独自の武装を持っている。移動は主にホバーを使った乗り物であるが、タウン会議の際には、 旅客機も登場している。主に登場する、タウンのほ他、第五の育った、ビレッジ、ダルフや、ピーチーの親がいた、シティ、第五の実母が支配していた、ポートも存在する。規模の大きさは、小さい順に、ビレッジタウンシティポート。シティは大規模な工業施設があるが、タウンにはそれに相当する施設はない。なお、ポートは特殊な施設があるところに存在するため、 その数は限られている。ビクトールタウンの外れにそびえ立つ鳥で、外見はラシュマーサンのような顔の彫刻がついている山にしか見えないが、その内部には数々の施設が設置されている。サントーレはゴーディアンの基地でもある。基地内には大滝博士の記憶を移植したメインコンピューターが設置され、基地の管理及びゴーディアンのメンテナンスなどを行う。 その秘密を守るため、大滝博士はこの基地の存在を隠し、大悟がこの基地に訪れる、その日まで、沙織と共に待ち続けていた。砦の頭頂部には、司令塔が設置されており、展開することで、様々な武器が使用できるようになる。特にイクストロン法は強力で、タウン規模の都市を一撃で破壊することが可能な兵器である。しかし、タウンには逃げ遅れた住民がいるため、 迂闊に攻撃することができない。エネルギー源のイクストロンは未だに指定で熟成中のため発射することすらままならない状態にあった。その後、ドクマ青年団の反乱によって捕虜になっていた市民の救出が成功したため、大滝博士はメインコンピュータに使われているイクストロンを使用し、ドクマ殿を攻撃することを決断した。しかし、そのエネルギーは五発分のみで、 すべて打ち尽くすとコンピュータは完全に停止し、大滝博士の記憶データも失われることになる。ビクトールタウンから避難してきた住民たちは、サントーレ内に住むことになり、マドクターの攻撃に備えることになる。サントーレは彼らにとって、まさに、生命の砦でと言える。遥か昔、母性を追われた幾、ストローム星人は、ドクマ星人との生還戦争を繰り返していた。 長い戦争の果て、一部のくストローム星人は、数千年前の地球にたどり着いた。その時に乗り込んでいた、宇宙船が、アノー号である。地球に飛来した、当時のアノー号は、隕石のような外見をしており、それを利用してカモフラージュし、誰にも気づかれずに地中深く隠れた。アノー号にいたくストローム星人は、そこから世界中に散らばって、 地球人に帰化したとされている。しかし、イク、ストローム星人の中には、アノーーに残ったものもおり、現地人に、自らの遺伝子情報を埋め込み、人類の進化を促進させる実験を行っている。大滝博士が言っていた、人類の進化には大きな謎があるという理由がそれだと、言われている。アノーーに残ったイク、ストローム星人のアダムスリーは、自分の体を、 クローンスリープシステムでクローンコピーし、自らの記憶をクローン体に移植し続けながら、同胞である地球人がアノーゴーを見つけてくれるのを長い間待ち続けた。太陽の透かしを追い、北の地でアノーゴーが隠れている岩盤までたどり着いた。ジェロニモ一行は内部に入ることに成功する。そこには操縦室で待ち続けていたアダムスリーがいた。アノー号はその全貌を表し、 驚異的な能力を披露した。だが、それは新たな苦難の道への始まりでもあった。その後、サントーレ体はアノー号に外付けのエンジンを取り付け、サントーレへ運ぶことになる。アノー号のエネルギー源は、イクストロンであるため、熟成、イクストロンが貯蔵されているサントーレ付近まで運ばなければいけない。一度は、マドクターにアノー号を奪われたサントーレだったが、 ある作戦により奪還することに成功する。そして、マドクターの決戦を経て、ついに旅立ちの時を迎えた。地球から発信した、アノー号は、人類が移住可能な惑星を探すために果てなき旅路に出る。しかし、その後を、ドクマ宇宙船が追ってくる。アノー号には、ドクマ側にはない航行システムが搭載されており、ドグマ大ダイ,ダイスは、アノー号を奪うために付け狙う。 あの号のデザインは後に、長時空要塞マクロスで脚光を浴びることになる、川森正春が行っている。放送当時、日曜の朝に放送されるアニメは、ほとんどなく、視聴率は芳しくなかったが、ポピーから発売された、デラックス超合金、分身合体ゴーディアンが、作中の分身合体を見事に再現したことから、評判となり、売れ行きは良かった。 人間型のロボットが前後に割れ、剣部を蝶つのようにして上下に開き、操縦者や小型メカを前後から挟み込むようにして合体する、作中の表現がほぼそのまま再現されていた。収納時に小型ロボと大型ロボの関節の位置を合わせることで合体状態でも腕と足の関節を無理なく動かせた。大型ロボットが 小型ロボットを収納するように合体する方式は、後にマシンドボクロノスの大逆襲のバイカン風に踏襲され、数々のアニメ特撮ロボットに受け継がれており、本作はそのエポック的存在である。2010年2月、CM ズコーポレーションからブレイブ合金でゴーディアンの分身合体を再現した玩具が発売された。アニメ初期のデザインに忠実な仕様と、 後期のデザインに忠実な仕様の2種が存在する。2014年3月に CM ズコーポレーションが倒産したため絶版となっていたがマルン商店から大化モデルとして2015年6月に再発売された。2015年7月アートストームから ES 合金で SD タイプの玩具が発売。2016年1月エボリューションといからダイナマイトアクション。 ゴーディアンの玩具が発売された。いずれも、分身合体が再現されている。2021年3月、バンダイスピリッツから、超合金魂、闘志ゴーディアンが発売された。デラックス超合金、分身合体ゴーディアンをリメイクしたもので、作中の分身合体を再現している。主題歌には、シャークマンという原曲があり。 ゴーディアンのオリジナルサウンドトラックにデモテープが特別に収録されている。このシャークマンはもともと作詞の松山がタイム傍観シリーズの仕事を通じ山本と個人的に親しくなりその縁で詩を書いた松山に山本が曲をつけただけのものでタイトルの通りサメをモチーフにした戦士の歌だった。後にゴーディアンのアニメ企画が立ち上がると 松山がシャークマンをゴーディアンに変えて主題歌にしないかと提案し、そのまま採用された経緯がある。その結果、出来上がった主題歌、当時ゴーディアンは、シャークマンの歌詞の固有名詞部分等を本編に即した内容に変えただけのもので、曲調自体はほとんど同じであるが、ゴーディアンの特徴である3種類のロボットを着込む等は歌詞になく、 この時期のアニメ主題歌としては異色の仕上がりになっている。主題歌を制作する段階で、ゴーディアンが商標登録の関係で使えないかもしれないという話があり、当初はゴーディアンの部分をガードン、ダンケルジャンとして制作、レコーディングした。その後、ゴーディアンで問題ないことがわかり、取り直しを行った経緯があるという。 その際の没テープは処分しなかったため、現在でもソニーミュージックエンタテインメントの倉庫にはマスターテープが存在しているかもしれないとのことである。泉にエクストロンが溶け込んでいるために傷が感知したと言われている。その後、バリーの傷を治すため、再度その泉に赴いている。漢字名は京太郎。はじめはそのことを沙織たちに黙っていたが、トロスクルスが 三ーレに忍び込んだ時に真相が発覚した。その後、トロスクルスと再会し、彼にすべてを話している。ただし、結果的には両者とも裏切り者であるが、ポールの場合は革新犯である。エンドテロップでは、ヒゲチビ博士とご表記されている。エンドテロップでは、トブルフとご表記されている。エンドテロップでは、ドグマ大帝と表記されているが、本編の発音では、 ドクマと聞こえる。ドッグマンの表記は、アニメージュ1981-11付録、スタジオヌエのデザインノートより、ポピーのデラックス超合金、分身合体ゴーディアンの取扱説明書には、メカニカルバイオニクスシステムと名記。第1から24話まで、第25話より、オープニングの変更に伴い、元々のデザインを行った、バンダイの村上克氏のデザインに順次、 デラックス超合金、分身合体ゴーディアンをアニメーション用に作画した外見となった。初期から中盤にかけて叫んでいたが叫ばないこともあり、後半はほぼ完全に省略された。バリエーションとしてブリザードアタックも存在する。この技はガービンも使用している。この剣は柄の先が鎖で繋がった一体のグラディウスタイプの中型剣である。ただし、 プラモデルなどの説明では全設定の10メートルのままになっている。初登場の第15話ではマイティーボーと故障する。シャインシェルドの展開前の状態でツバブを回転させ、それで切りつけるレザースクリューなる技も存在する。ポピーのデラックス超合金、分身合体ゴーディアンの取扱説明書ではガービンフッカーと明記されている。アバランチアタックと グレーシアークラッシュを組み合わせた攻撃技である。ゴーディアンがダイゴに対応しているのは彼の体内がイクストロンを含有しているからと言われている。実際にイクストロンを含む泉に使って初登場時の拒否反応による大やけどを治療した後のサオリは後日倒れたダイゴの代理で再びゴーディアンに登場しているがこの際には初登場時の拒否反応が生じていない。 一度だけバトルピューターという故障があったが、後にマドピューターで統一される。当重視の表記は近代映画社館ジ・アニメボリューム 12P142 参照。マドックスの名前は記載されていない。ただし、実際のシナリオではマドックスと表記されている。ワープ工法とは異なるシステム。発動時にはあの号全体がワイヤーフレーム状になり、 まるで別次元を航行するような描写が見られる。航行レベルは1から5まであり、レベル5では超空間をも突破することが可能になる。エンディングは、タツノコプロダクション表記。エンドテロップでは、ソダヒロヒサとご表記。シナリオ及び、アニメージュボリューム23では正しく表記。エンドテロップでは、山崎春地下とご表記。アニメージュボリューム27及び、 ボリューム29では正しく表記。初期バージョンでの立体化は放送当時に発売したプラモデルで再現されていた。同年3月に発売された。変更されている箇所は各ロボットの頭部、ガービンの腰部、デリンガーの膝形状、プロテッサーの膝塗装。カラーリングもメタリックタイプに変更されている。CM ズコーポレーションから譲り受けた金型を使用し、 パッケージなどを新規にしたもの。商品仕様は、ブレイブ合金と同様、初期版、後期版の2種を同時発売した。他に、新規金型を使用した、ダイゴが登場する、ホバーバイクのミニモデルが付属する。ダイナマイトアクションは設定と異なり、プロテッサー、デリンガー、ガービンの分身合体は、組み替えで再現されている。3種類のロボットは副主代価である。 希望に向かった走れで歌われている。当時ゴーディアン、オリジナルサウンドトラック CD アルバム付属ブックレット、より番組宣伝用ポスターの各、放送局記載より、全国放映リスト、アニメージュ1980年11月号、徳馬書店、112ページ。日刊スポーツ1981年4月22日付、テレビ欄。 福島民法1979年10月21日、1980年10月11日付長官、テレビ欄。福島民法1980年4月5日から1981年8月29日付長官、テレビ欄。福島民法1980年11月13日から1981年3月19日付長官、テレビ欄。 日刊スポーツ1979年10月21日付、テレビ欄。日刊スポーツ1980年4月7日付、テレビ欄。日刊スポーツ1980年9月7日付、テレビ欄。番組宣伝用ポスターの各放送局記載より、番組宣伝用ポスターの各放送局記載より、以前この時間帯では、同じ東京12チャンネル制作の、 スパイダーマンを放送していた。直後に放送されている、同局制作の、はい。土曜日ですの放送開始時間繰り上げに伴うための、措置。ただし、諸般の事情により、1980年12月27日放送分をもって、放送を打ち切り。朝日新聞1979年12月1日、1980年4月5日。 1980年12月27日付長官、テレビ欄。番組宣伝用ポスターの各放送局記載より、番組宣伝用ポスターの各放送局記載より、熊本日日新聞1980年11月17日から1981年5月14日付、テレビ欄。ありがとうございます。